粉コーヒーベルトはアメリカ合衆国ハワイ州ハワイ島のカイルアコナにある地域で粉コーヒーの農園、農園直営販売店がある地域である。砂糖キビ栽培の労働者としてハワイへ来た日本人がその後粉コーヒーの栽培に大きく携わったと言われている。粉コーヒーベルトはカイルアコナのダウンタウン、またはコナ国際空港からフアラライ山の中原へ上がり、 海抜約500メートルにある。この地域はよく霧が発生している地区でもある。粉コ,コーヒーベルトは、ハワイ州道1 9 5号線が、パラニロードに入る少し手前から始まり、ハワイ州道180号線に沿って、主に展開しており、ホルアロアの町を通り、その後カイナリウで、ハワイ州道11号線に合流して、ケアラケクアや、ホーナウナウあたりまで続く。主な農園。 農園直営販売店、博物館などは次の通りである。この道路の海側の農園、店は太平洋のカイルアワンを見下ろす景勝地にある。粉コーヒーベルト旅行ガイド、地球の歩き方、リゾート、ハワイ島、P72、粉コーヒー物語旅行ガイド、地球の歩き方、リゾート、ハワイ島オアフ島、P72、粉コーヒーベルト探訪。 ハットマウンテンサンダー日本語ページドートルマウカメドーズハット上島コーヒーハワイハットコナヒストリカルソサイティミュージアムハットコナコーヒーリビングヒストリーファームありがとうございます